チャオ、あっちゃんです。ちょっと今日ね、眠くってね、朝から起きられへんなって、お昼はもうお腹すいてなかったから、子供にだけね、ご飯ちょっと作ってんけどね。ならね、卵一切れだけ置いてくれたって。で、あっちゃん、お昼そろそろ食べます。今何時 ?3 時。食べます。ちょっとだけね。そんなお腹空いてないからね。また卵やろうかな。卵一時置いてくれたんだけど、ね、だし巻きね、今日作ったんやけど、あっちゃんちょっとあれ作ります。目玉焼きね、2、3個食べてもいいでしょう。お昼焼いても洗ってないけど、まあいいか。よいしょ。でも握るか。そうでね、食べようと思ってご飯一口だけ残したんですよ。はい、あっちゃんのお昼ご飯はおにぎりと目玉焼きとだし巻き卵トリュフのね、トマトジュースでちょっと塩かけてね、ちょっと今日久々にね白だしを昔作ってたな。白だし体に悪いねコマーシャルにつくから怒られるマジで調べて使ってね。あ、調べたら使えんくなるか。はい。のでいただきます。ちょっとね、塩とにがりと、砂糖入れてるんでね。うん、美味しい。空腹時のものがいいからね。あ、美味しい。食べるとね、味が濃くなる。まあ目分量やからどれが正解か分からへんけど、冷めるとねちょっと味濃くなるね。僕が持っていく時はちょっと辛いって前に、ちょっと辛いねっていう人がいてて、あったかいだけ食べるのと違うみたい。で寮に聞いたらあったかいお弁当やった時はやけど冷めたらやっぱりあれになるって、味濃くなるって言ってた。そういうことか。うん。そしたらね、ハムもあんま良くないからハムをやめたんね。だからお弁当に入れるときに量のときはハムベーコンにチーズやったけど、下のときはもうハムなしチーズだけになる。ね、最近中華は食べてない、けど中華も危ないね。かまぼことかああいう加工練り物も危ないからなあ見てとって、今食べるもん減ったよなあ言うて喋っとって、ずっと食べてたから食べたくなるよね。久々にね、こういうワイドショー見るんだけど、おもんないね。まだコロスケのばっかりとね、もう1年経ってね、毎日こんな同じことばっかり言うとね、みんな気づかんのかな。君潰してもうた、間違えて偉いことになった。どうも変わるかよ。逆にさ、去年1年緊急事態宣言なんかにたばいとってさ、減ってない増えてるって恥ずかしいと思うのかな。自分たちが失敗してきたって責任取らなあかんなって感覚ないのかな。国民に合わせ構成でなかなか給付金も出さんし、それやったら自粛して経済崩壊させたんやったら責任取ってある程度もう最低でも1年2年ベーシックインカムして景気回復考えへんのかな。無能やね。じゃあもしさ議員しててそうならへんかったらやっぱり恥ずかしいしね。なんかあっちゃん見てるでしょ、ずっとコロスケマスクいらんしであんなん茶番だよとか言ってるやん。でも間違ってないでしょ。だから責任持って言える。なんか去年から一貫して言ってるやん。自粛なんかしたかって来年減らへんでって言ってたでしょ。いつ収束すんのって視聴者さんに聞かれて、みんながマスク外す前収束せんやん。だから来年の今頃もこんなことしてるよって言ったでしょ。その通りになってるやん。自粛もせずにマスクもせずに普通通りでとったらインフルとか風邪みたいにするって収束すんねって。なんか年末から正月にかけて自粛しとったのになんで今の時期で増えてんの。それを考えると意味のないことしてたっていうことやん。早く気づいてみんなが国のやってることおかしいよって声上げなあかんのよ。ね、ワイドショーみたいなコーナーでしょ。バカくせって思うでしょ。こういうこと言うでしょ。いや愚痴ってるから自分がネガティブな気持ちになるのよ。だからワイドショー見ちゃダメだよっていうね。言ったこと分かるでしょ。まああっちゃんはねネタやっぱり時々ねライブとかで聞かれるのよ。今日何人増えてどうのこうのとか乗れへんから、ワイドショーたまに見るけど、もうバカ臭いが何もでもない。でもまあ多少ね広告収入やから景気に左右されるけど、ね、ちゃんと仕事もできる YouTuber してよかったなと思うわ。美味しかった。コーヒー飲もうかな。コーヒー飲んでゆるっとしよう。いいでしょこういう生活。みんなもできるんよ。まず世間に惑わされない、メディアに惑わされない、自分のやりたいことをやる、やりたくないことはやらんでいい。だって最初はつらいよ。あっちゃんもやっぱり2年3年4年しんどいクラスしてきたけど、ある程度波に乗ってきたらこの生活もありかなって。最初だからどんどこ味わったことによってそこから這い上がるだけやからね。そこ一回見といたら這い上がるだけやからすごい楽。逆に言うたらいい暮らしから落ちたら生活できへんけどね。だから今コロスケで景気が悪くなってみんな仕事がなかったりしんどいなっていう時は一回リセットしたらいいのよ。で一回一からやり直したらいい。納豆1パックか3人家族でも生きていけんのよ、はっきり言うとね。そっから始めていいものが食べられる。今夜はちなみに、国産牛のステーキです。マルシンハンバーグじゃマルシンステーキです。はい。ということでね、やっぱりね、こうやってね、まあ、月1回ぐらいやけどもね、お肉食べて贅沢できるっていうのもね、やっぱり自分の好きなことをやり通した、やり抜いたっていうことだと思うね。だから、やりたくないことやってて、ぐだ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 しててね、美味しいもの食べても美味しくないでしょ。ぐだぐだぐだ言いながら。でも、やりたいことして食べられる。やっぱり自分が獲得したもんやからね、笑顔でみんなで食べられる。胸張って食べられる。まあ、それが一番やったあっちゃんは思うんだけどね。ということでね、楽しく生きる。それが一番です。はい。ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、もう3時やけどもね、適当になんかで食べました。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。こんな生活でいいのかなって思う時あるけどね。いや、これでよかったねって思う時もいっぱいある。はい。